皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはリチャードソンジリスの通りくんです。最近また通りくんが少し痩せてきてしまったので、本日は通りくんにデブ活をさせようと思います。通りくんなんですが、病名は確定しておりませんが、何かしら病気をやっぱり持っていそうです。なので体重の変化が激しくなる時があります。そんな時はデブ活をさせております。ペレットだけではもう足りないので、このようにピューレみたいな感じで、あえてカロリーの高いものとかを与えております。こちらは病院の先生と相談して行っているので、普通の元気なリチャードソンジリスさんには良くないのかもしれないんですけれども、とにかく通りくんは体重を戻すためにこのように多い摂取カロリーを取ることになっております。これはピューレのトウモロコシ味になります。大好きすぎてめちゃめちゃ早いです、食べるのが。原因がはっきりと分かっていない分、手探りでいろいろなことを行っております。ということで本日は通りくんの最近の様子をお届けしました。本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。